はい、では続きからやってまいりましょう。前回はこの雷を扱うマチスをクリアしたところからのスタートになります。ではここはもうよくて次のところへ向かえばよいのかな。次はどこへ行けばいいんでしょうか。あ、霞がいるな。どうした、俺に会いに来たな。なになに、ピカチュー、よいしょ。どうしたどうしたお前。あら君、へえ、マチスさんに勝っちゃうなんてすごいね。順調順調。はーい、お疲れ。まあ確かに霞じゃマチスには勝てないもんな。電気でビリビリされちゃうからね。お、なんで元気にしてくれた。待ってな、え、私海水浴よ。狭いプールから飛び出して広い海で泳ぎたい時もあるの。はあ、これからどこ行くの。この近くのディグダの穴って言った。まだあったら連れてってあげようか。お、なになになに、穴に、二人で穴に行くのかい。行こう、穴に。ディグダの穴がじゃあ次向かうべき場所なのかな。ここか。うん、知ってますよ。ディグダが掘り進んでできた穴なの。じゃあね、あ、もう行っちゃうんだ。いろんなポケモンと出会ってね。あー、そうですか。まあ、次のところ、目的地へ連れてきてくれる女ってことなんだね。ここがじゃあ、さっきは通れなかったけど、今は何か通れるようになっているのかな?あ、いなくなってるね、電気工事のおじさんが。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。何があるんだろう、でも、ディグダの穴は。どっかに繋がってるのかな?なんもないね。びっくりするほどなんもない。ディグダも出ん、ああ、出てきた!ディグダは出るんかい。まあまあまあ、君たちとは戦わないよ。あ、そうだ、ポケモン入れ替えとこう。ラッタ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 、ラッタ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 。よし、結構来るね。研究がはかどるよ。ラッタ8匹、飴。速さの飴、エルもらったな。お、30匹。これでじゃあ30匹集めたなっていうのはもらえるんだけど、どこだかもうわかんないや。ズートルビまだいるんだな。悲しい。とりあえずこれでいいか。とりあえずこれでいいかな。あ!出会っちゃう。捕まえちゃうぞ。いいや、逃げろお前は。よし。長いなぁ、この洞窟。あ、上上がれる。ハゲたジジイがいるぞ。どこかに、ここよりもずっと真っ暗なトンネルがあるらしいな。ほう。どこへ出るんでしょうか。2番道路?2番道路ってのは随分また、あれだね。前の番号だな。地図ってタウンマップ。はあ、あ、あ、ここに出てくるんだ。なるほど。戻れるんじゃない?これで。トキワシティに。へえ。お、びっくりした。誰?テッドさん。僕覚えてます?ほら。大木戸博士の助手です。同じ顔のやつ二人いたからな。右か左か。ちょうどよかった。いいもの見せましょう。なんでしょう。ここだとちょっと明るすぎるな。おいおいおい。わー、連れ込もうとしてる。こういう人についていっちゃいけないって言われているんだけど。ここも切れるね。切れるところ結構あるな。しょうがない。入ってやるか。なんだよ。あ、子供が向こう向いてる。これも連れ込んだ子供か?早速いいものを見せましょう。実は僕、秘術輝きをマスターしたのですよ。あー、電気消される。電気消して。真っ暗になりましたね。ここで。心を落ち着けて、深く深呼吸をすると、どんなに暗くても、周りの様子を感じ取ることができる!眩しい。え、これ電気つけてないの?外までは。てか、外の光は?カーテン閉めてないのに。明るく感じるでしょ。
僕の集中力が周りの人にも伝わるのです。本当かよ。あ、でも教えてくれる。でもうちはピカスケが覚えられるから。そうなの、俺何も覚えられないピカスケが覚える。大木田博士が言ったけど、かなり特別みたいですね、そのピカチュウ。まあそうなのかな、わからないけど。もう一度暗くしますよ。さあピカチュウ、僕と一緒に。お前と一緒にはやだな。深く深呼吸をして丸の S を感じ取る。わあ、ピカピカという言葉の名の通り輝いたな、ピカスケが。君のピカチュウ実に素晴らしいです。どんどん秘術を使ってくださいね。なるほど、使いたい放題ですよと。大丈夫かい。カレンダーを数えてもうここに何日閉じ込められたか計算してんのかな。秘術輝きを使えば岩山トンネルが通れるね。鼻出していいから右に抜けた先だよ。あ、さっき行ってないなって思ったところが行けるようになったってことか。全然わかんなかった、先進んでないからわかんなかったけどね。あ、またすかし、俺のこと追っかけてきてるな。おかしいよな、ここにいるの。鉄塔も助手さんから輝き教えてもらった。輝き教えてもらった。ピカスケが覚えました。そうだろう、輝き使いそうなところ知ってるぜ。連れてってやろうか。いや、大丈夫です、一人で行くんで。そっか、本当に大丈夫か。あー、いやー、でもここまで来たんだよね。ちょっとここら辺調べたいんだよな。一人で大丈夫です一応言っとくと、アンダーシティからずっと東に行くと岩山を飛んでるっていう真っ暗なところがあるんだって。気をつけていけよ。じゃあな、ごめんね、少しちょっとお前とも一回距離を取った方がいいかなって思って。ピカチュー、よし。ここは果たしてどこへ繋がっているのでしょう。お、誰？ CP はコンバットパワーを略した呼び方よ。コンバット、はい。お、なんか落ちてましたね。リーフの石。なんだリーフの石って。強化ポケットなんだ。あ、違う違う。あー、何かはわからない。あった。ある特定のポケモンを進化させる不思議な石。葉っぱの模様がある。へー。葉っぱのタイプ、草タイプのポケモンを進化させるのか。マンドルに使えるな。どうしよう。ちょっと一旦置いといて、一旦保留で。強制的に進化させられるってことなのかな？それはすごいね。いい傷薬。いっぱい切れるところがあるね。あ、ここは行き止まりか。こっち切ってみようか。ピカチュー！バチーン。これはでも切ったことあるところだよな。帰ってきた、マサラータウン。さよならバイバイして、もう二度と帰ってくることはあるまいと思っていた我が家。ただいまー、母さん。鉄塔、ポケモンとの旅楽しそうね。それだけかい。久しぶりに帰ってきたんだぞ。なんかあるだろう、もうちょっと。家帰ってきても何もなかった。そういえば俺、スカシの家って行ったことなかった気がするな。挨拶しとくか。お宅の息子さん最近様子が変ですよって。お母さんなのかな？ちょっと若そうだね。テト君、自分のポケモンに好かれてるかどうか知りたい？いやー、知りたいようなし、これでだって俺好かれてなかったら、この肩にいるピカスケとどう接していいかわかんないぞ。教えてくれ。あ、なるほど。他も知れるのか。とりあえずじゃあピカスケと、ピカスケの様子をちょっと見てみるわね。何を見てんの？にっこりにっこり。ピカスケはあなたのこと大好きなのね。いつも一緒にいたいって。そうだろう。じゃあ、4度目も、いや、靴下は？靴下はどう？ん？順調に仲良くなってる。なるほど。そういうことか。
じゃあ、あとマンドレだけ聞いとこうか。マンドレ結構仲いいと思うんだけどな。お、あなたのこと気に入ってる。そのレベルか。ポケモンの研究所はここかな？博士！よく来た。ポケモン図鑑の調子はどうかな？見てあげようか。62、捕まえたポケモン30。30なんだ。頑張ってるな。11番ゲートにいる助手にジャッジ機能を持たせたぞ。もらってくれい。11番道路。11番道路ってどこだろう。ああ、ここか。まあ、行けるところだな。でも次行くのは岩山トンネルなんだよね。だから、この9番道路、花田シティから右に行って、ここに行くべきなんだね。あ、で、ここに行けなかったのか。なるほど。うんうん。よし。さよならー。この街とはもう、さよならバイバイだぜ。もう戻ってくることはあるまい。ここを、切ってあげると、太った男の人がいると。どうしたどうしたお前。お、ふわー、日向ぼっこしてて眠ってしまった。変な夢を見た。参る魂が炎となり、辺りを漂っていた。お、お、いつの間にか技マシン持ってるけど？君が悪い。君にあげる。お、変なダジャレとともに鬼火っていうのもらった。なんだろう、鬼火。ちょっと強そうじゃない？鬼火だよ、ヒュードロドロ。何ですか、鬼火って。強そうな技じゃないか。火のタイプかな。あ、ガウディ覚えるじゃん。威力。ん？これなんだ？不気味で、あ、なるほど。やけどにする技なのか。わざわざ、やけどを狙っていくっていうのは、ちょっとね、そこまでする必要があるかっていうと、微妙だな。お、22番道路？こっち行ったことないね。あ、ニドラン。このとこにいたのか。こっち行ったことなかったな。捕まえちゃおう。ニドランを捕まえた。でもね、さすがに、ニドラン捕まえたけど、もうね、このレベルのはちょっと、名前つけても、あ、毒針ポケモンなんだ。優しい性格で戦い弱いと好まないが、小さな角からは毒が出るので要注意。角から毒出すんだね、こいつね。不思議なポケモンだな。ま、さすがにちょっとこのレベル帯で名前つけちゃっても、逆にその、使ってあげられないのがかわいそうってなっちゃうから、ちょっと捕まえるだけにしておこうか。わぁ。なんか結構いろいろいけそうだ。お！なんかあるぞ。モンスターボールを5個見つけましたよ。はい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 。ほい。ここはポケモントレーナーの頂点、ポケモンリーグ、正面ゲート。ほう？頼もう！わあ、なんかすごい、荘厳な雰囲気と、音楽が、ラストバトルっぽい、感じのが流れてる。こっから先は本当に強いポケモントレーナーだけ通れます。それは確かにグレーバッジ。どうぞ通ってください。え、俺通れるの？すげえ音楽かかってるよ。え、ほんと？襲われる？ここから先はブルーバッジを持ったものだけが通れる。それはブルーバッジ。先へ進みなさい。なるほど。ってことは、どうせ、止められるな。あ、でもこの先行ってなんかアイテム拾えるな。そこだけ行ってみようか。オレンジバッジを持ったものだけは進める。オレンジバッジ。突き進みなさい。ところで君、マチさんのサインを持ってるのか？持ってるよ。そんないいもんなんだ。あげるけどな。よしよしよし。
金の七の実を3個見つけた。ああ、これいいやつなんじゃないか？アジサイが咲いて。こっから先は、おそらく進めないね。レインボーバッジ。持ってない。ブブー。なるほど。強くなって出直してこいと。はいはい。じゃあまあ戻りますか。ニドランってさ、オスメスいるよね。これは全部オスかな。あ、襲われた。ニドラン、メス。俺捕まえたのってどっちだろう？あ、これ、色違う。これ。これオス。なるほど。色が結構違うんだね。あ、ちょっと可愛いな、こいつ。ニドラン、オス可愛いな。ニドラン、オスを捕まえた。うん。ニドラン、オスが登録されます。いつも大きな耳を立てて周りの気配を探る。危険を感じた時は毒針を使う。毒針ポケモンなんだね。よし。まあ、こいつも名前は付けないで、おこう。情が湧いちゃうから。スーパーボールを3個見つけた。いいですよ。お金も結構あるからな。またアイテム買い足してもいい頃合いだよね。さあ、ディグダの穴を通って戻りましょう。じゃあ官房長と歩いてみようか。小野田官房長と。あ、でかいな、官房長。あと飛んでるんだ。あ、あれなんかでかいやつだぞ。なんだろう、わかんないな。とりあえずどんどん進んでいこうか。倒しながら、こいつらを懲らしめつつ進んでいきましょう。ヘイヘイ！ガハハ、ちょうどいい。退屈してたとこだ。そんなところ崖っぷちの際に立ってるから退屈すんだろうが。家帰れ。家帰るか山登れ。ナルオ。いわーく。四度目もー。ここら辺岩が多いのかな？いや、それとも山男だからか？官房長いいんじゃない？これ。でも一発食らうな。レベル22か。高いな。官房長ー！官房長ー！岩落とし。やめて。あっと。結構なダメージだな。官房長出たとこ悪いけど結構きついか？ちょっときついな。よし、官房長戻れ。マンドレ行け。ごめんね、官房長。出したとこ悪いけど。官房長先頭にしとかないとダメだ。怒り。はいはいはい、怒りました。あ、怒ってすぐ攻撃してきたな。だけど、葉っぱカッターの餌食です。めっちゃ怒ってる。はいはい。大したことないな。ババ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 。強い。効果抜群。やったね。怒りのボルテージが上がっていく。最終的に吸い取っちゃうと。いわく、動き早いんだな。でも吸い取っちゃう。ピュン。よーし。ガバー。官房長がレベル18に。いいですよ。オッケー。まだまだと思ったら、もうポケモンがない。かわいそうに。イワークだけなんだ。ある意味男らしいけどな。山男にビビらずに戦うとは、大したもんだ。はいはい。いい傷薬をゲットしました。なんか、近づいてきてない？あの上の鳥。鳥近づいてきてる！あー！襲われた！何これ、鬼ドリル、鬼の鈴木の上か。もう上出ちゃうんだ。捕まえよう。ほれ、あ、難しいな。あ、難しいな。あ、待って、当たらない。あ、止まってろ。はい、
トシグレート。あー、鬼の鈴木、ここ、くそ、全然当たんね。はい、あー、グレートにもならないか。頼む、よし、鬼ドリルを捕まえた。鈴木の一個上か。お、四度メモが21。いいよ。ガウディが21。いいね。おお、高速移動なんですか？エスパー攻撃。力を抜いて体を軽くして高速で動く。自分の速さをグーンと上げる。なるほど。手助けを忘れさせようかな、じゃあね。使い勝手がそんないいかどうかっていうところあるからな。よし。鬼ドリルが登録されます。昔から住んでいるポケモン。少しでも危険を感じると空高く飛んでいってしまう。くちばしポケモン。まあ、鬼の鈴木がいるから、全然育ててないけど、とりあえずは名前つけないでいいね。そうだ。官房長を並び替えで一番先頭に持っていって、よし。結構広いな。おーっと、これはどうなってるんだ？はっはっは、かかってこーい。なんでだよ。もう襲ってくるな。こんな端っこに、まさのり。石つぶて。なるほど。靴下、同じだな。エスパー効くかな。ちょっと、技を。テレポートは、念力を使い一瞬で控えのポケモンと入れ替わる。はあ。なるほど。どうなんだこれ。ちょっとわかんないな、使い勝手が。交代とは違うのか。パッて入れ替わって、そいつがすぐ技を使えるとかなのかな。わかんないね。スプーン曲げは、命中を下げる。サイキ光線は、これが攻撃技か。これだけなんだな。よし。じゃあ、サイキ光線だ。官房長のサイキ光線。いやー、いいね、いいね。あー、いいね。案外いいわぞ。なるほど。混乱もついている。いいよ。混乱して。あー、ちょっと待って。混乱したから自爆した。バカ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 。うわーなんてことすんのよ。ガバじゃーん。あー。もう信じられない、この山男。これ倒れてるとあれだよね。経験値もらえないよね。こいつも自爆するんじゃないの？ちょっととりあえず回復させてあげたい。瀕死だよ。元気のかけら7個か。あんまここで使うもんじゃないのかな。いや、でも俺はもう使う。官房長のために。官房長よし。砂かけ。もう許さんぞ。自爆してくる敵がいるってほんと厄介だよね。そういうさ、なんていうのかな、ほんと仁義にもとる攻撃をしてくるやつが世の中にいるとはな。もうやめてくれよ。砂かけばっかすんの。吸い取れ吸い取れ。当たらない。もうずーっと砂かけられちゃう。この野郎。全部吸い取ってやっからな。ちっちゃい小石にしてやる、お前を。おれ！はい、いいよ。回復もしちゃう。ガバーン。おし！マンドレレベル24。いいね。いいね、防御が上がる。ああ、強くなってるじゃない。
また一周打て。そのまんまでいいかな。そのまんまでいいね。まだ自爆とかされたらかなわんからな。葉っぱカッターだ。いやー当たらない。くそー、効いてるな。じゃあ吸い取るで、吸い取り続けるしかない。よし、一発当たっちゃえばこっちのもんです。よーし、どっちや、汚ねえやつだぜ。あれは負けたようだな。自爆なんかさせてっからだよ。先生堂々と戦え。先生堂々とはしなくてもいいが、とりあえず回復する。官房長が傷つき倒れちゃう。山男は心が広いから負けても笑っているのだ。お前の石ぶりは泣いているけどな。お前が笑っているその後ろでな。ポケモンの心がわからないやつだぜ。こっちはいけるんだっけ？あ、いけるんだな。ちょっと広いね。ここは、なんか書いてあるか？ここは9番道路、花田シティ、岩山トンネル。ふんふん。お、あー、コラモトにまた襲われる。やめてくれ、コラモト。よし。EPA よ。こいつ虫だろ？並び替えよう。さあ来い。あ、ニドランの大きいやつだ。全然こっち見てくんない。捕まえちゃおうかな、こいつ。あれ？どっちだ？おー、ニドラン。ん？ニドランは捕まえたな？でもレベル22高いじゃん。捕まえちゃう、こいつ。こいつ捕まえとこう。よし。よーし。あ、いいね。レベル上がるよ。ニドラン。じゃ、こいつに名前を付けよう。完全にレベル的。あー、コラボとも収まらないでくれ。コラボとはもう静かに。静かにしていて。だってレベル22だもんね。さすがに4と比べちゃうのはしょうがないよね、これは。これはしょうがない。名前を付けましょう。ニドラン。ニドランオス？はい。ニドランオスの名前は、モーリランにします。これ結構なんかうまいこと言ってるけど、これ考える人いっぱいいるんだろうな、多分な。なんかトゲっていうのもあるし。まあ男っていうのがちょっとね、そこでなんか、一悶着あるかもしれないけど。まあいいでしょう。モーリーランです。よし。オッケー。では、こいつと遊ぶかな。オイラの可愛い虫ポケ。オイラの可愛い虫ポケ。それいけ。来やがったな。虫ポケ少年のたけし。虫取り少年のひろみちだった。ひろみちが、カラス。わー。いたねこいつね、気持ち悪いやつ。燃やしちゃえ、燃やしちゃえ。気持ち悪いから。じゃあ火炎放射見てみようか。ガウディの火炎放射。うわー。すごーい、強ーい、かわいそう。焼きガニだよ。はいはい。おいらの虫。かわいそうに。虫ポケモンの良さがわからないやつは、虫。なんつって。おぉ、いいね。その調子で、浅草行ってくれ。さてさて。お、今度は、キャンプガール？キャンプボーイ？岩山トンネルを抜けてシオンタウンに行くところなんだけど。なんだよ、その、けどで止めるな。止めて襲ってくるな、ノリヒロ。ノリヒロはサンドを繰り出した。
砂タイプ、地面か。地面ってエスパー効くのかな。岩とエス、地面違うからね。それに気づいたので、ひょっとしたら効かないかもしれないけど、とりあえず再起光線打ってみましょう。再起光線ピュー、抜群じゃないね。あ、雷引っ掛けだ。1、2、3、4。めっちゃ痛いじゃん。先制は取れるから勝てるんだけど、ここで試してみたいのが、テレポート。あ!やめて!官房長!先制取れないじゃないか!官房長!俺は一体なんてことを、官房長にひどいことをしている。地面だから、地面はマンドレでいいな。官房長、申し訳ねえな、なんか。葉っぱかった。効果抜群だ。よし。ラッタ。ラッタか。ノーマルなんだよね。どうしようかな。このまんま、マンドレでいいか。わー、すごい。気持ち悪い。強そう。じゃあ、眠りゴナーで眠ってもらいましょう。電光石火。はぁ。あ、ラッタ当たらない。そうか。吸い取るが結構使いすぎると、いやー噛み砕かないで痛い !15 回っていうのはやっぱ結構きつめなんだな。なるほど。そこまで効かない。妖怪液で。電光石火、バーン、痛い。妖怪液、ズドン。ダメージは妖怪液、いいダメージ出るね。よし!よし!倒せない。吸い取るで倒そう。怒りの前歯?何ですか?痛い!くー!そういう技もあるのか。よし。どうもダメだな。なんだい、君も岩山トンネル行くのか?行きますけど、あれ?一応元気そうにはしてるが瀕死なんだよね。いい傷薬、ゲットだぞ。ちょっと一回戻って回復させようかな。経験値欲しいからね。一回戻ろう。パッ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 。さっ。ささっ。モンスターボールゲット。ちょっとじゃあ、どうしようかな。4度目も戦闘に出しておいてみよう。で、4度目もと歩いてみよう。ピーポー。ああ、ちっちゃい、かわいい。あ、襲われる。かかってこい。誰だ?良さげなポケモン持って、ふらふらと歩いとるお前は、何その口調。おじいちゃんが転生したのかな?短パン小僧のまさし。まさし、お前。ディグだ。なるほど。地面タイプ。地面タイプということは、地面にはマンドレ、ずっとマンドレだな。まあいいか。マンドレで。4度目も交代。マンドレ。わー。鳴き声。なるほど。とりあえず葉っぱカッターで。
もうちょっとこう、マンドレも一発の大きい技が、あ、なるほど、穴掘ってるな。どうしよう。何もできないんだよな、そうすると。うっ！まあ、大したことないな。ほれー！ビジャラララララララ。効果抜群だ。こっちの攻撃は効果抜群だけど、向こうの攻撃は、特にちょっとダメージはあるんだな。信じたけど、レベル22。お、鬼ドリルは飛行だね。まあ、飛んでるんならピカスケなんだよね。入れ替えよう。ビッタビッタ。鬼ドリル。おー、すごい。首長くなったな、こいつも。まあ、バチバチアクセルなんですけどね。はい。バラー。よーし。よしよし。おー、官房長レベル19。いいですよ。ナイトヘッド？官房長がナイトヘッド覚えたな。なんだろう、泣いといて、負けよった。言葉遣いどうしたんだい。悔しくて涙持てん。成長の仕方を間違えちゃってるね。そういうお年頃なのかな？わ！格闘家だ。絶対格闘タイプじゃん。格闘タイプは、あ、これ官房長が光りそうな気がするんだけどな。ただ、ワンパンでいいダメージもらって沈んじゃいそうな気もするが。あ、気づかれた。はっはっは、元気な子供だ。一丁やったるか。なんでお前子供に武術を使うな。習わなかったのか。おお、すごい。上段蹴り。空手王なのか、春信。お前王なのか。マンキー！ちょっと可愛い。官房長！さあ、官房長の。あ、ナイトヘッドってなんだろう。ゴーストタイプなんだ。恐ろしい幻を見せて、自分のレベルと同じだけのダメージを相手に与える。ん？ってことは19与えるってこと？弱くない？強いのかな？ちょっとわからない。最強光線！官房長の最強光線！むむ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 む！おー、一発！やはり、格闘には強い、エスパー。よーし。空手を大したことなかったな。おっとっと。お前、すごい負けたぞ。お前より弱い奴に会いに行け。元気で結構。なんじゃい。さっ。あっ。手加減はなしね。おお。上等だ。手加減なしの俺の力を見せてやろうか。ゆうか。ゆうかちゃん。土佐金と。ははー。そうですか。土佐金とは、水なので、4度メモで行きましょう。行ってこい、4度メモ。乱れ好き。あたたたたた。大したことない。え、でででででで。あららららら。ら3回当たった。ほほ？じゃあ、穴を掘っちゃおうかな。超音波。なるほど。沈んで、どうするね。超音波。あはー、当たらないよ。はい、ドン。あ、そんなに効かないな。そうか。では、スピードスターで。超音波。わん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 、どうなるの？あ、混乱なんだ。4度目も頑張れ。混乱している。スピードスターではする。あー、大して減らないな。そうか。毒針って毒にするだけ？
ああ、威力もちょっとあるんだね。頭突きで。角で突く。確かに土佐金とちょっと角があるが。混乱している。頭突き。混乱してるが、関係ないぜ。いいよ。もう一回頭突こう。頑張れ頑張れ。混乱が解けた。いいよ。頭突き。ドン。ヘイ。いいね。危なげない。よしよし。ピジョンか。ピジョン飛んでるやつだよな。じゃあ、もう、ピカスケで。飛んでたら大体ピカスケでいいだろう。ピカスケ！せっかちゃーん！はいはい。まあ、10万ボルト。そうか、でも15と15なんだね。そう考えると、ちょっと少なめだよな。よし。大したことない。たーなー、はい。よーし。いいよ。勝負に勝った。ダメ、叶わないわ。そうだろうが。スーパーボールも2個もらえました。あなたきっとポケモンの才能あるのよ。頑張ってね。お、見抜くね。見抜いてくるね。あ、ここに戻ってきちゃうのか。なるほど。下は来なくていいとこなんだな。よし、戻ってきた。10番ドロー！でかーい！これ捕まえられなかったやつだな。なんだっけな、名前。ラッキー。今なら捕まえられる。いやー、でも結構だな。釣りの見上げて、ズリズリして、スーパーボールを手に持ち、はい！あれ？構えて、はい！あー、中央当たんなかったな。あ、来た！やったー！ラッキーを捕まえた。昔捕まえられなかったポケモンを。おわ、907すごいね。よーし、レベルいっぱい上がったぞ。官房長20。4度目も22。ガウディも22。ピカスケ27。マンドレ25。お、高速移動を覚えたい。いい？ピカピカ。ピカピカ。あー、素早さアップか。いや。今はいいかな。いや、大丈夫だな。よし。マンドル25。オッケー！あ！あ、4度メモが、とうとう、4度メモの名前の意味がわかるようになるのでは？ラン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 。どうなるの？どうなるの？どんな感じになるの？うわー！咲いた！すごい、トゲが！アルマジロ的な感じに、サンドパン。サンドパンで4度目も、パン。新しく登録されます。サンドパンネズミポケモン。爪で引っかくのが得意だが戦っているうちに折れることも、次の日にはまた伸びてくるぞ。なるほど。0.78 メートル、24.36 キログラム。いいじゃない。すげえな。ちょっと後ろだけ見ると、パイナップルみたいだな。ちょっと気持ち悪いね。へぇー。凛々しくなったねー。あ、そしてラッキーを捕まえたので。卵ポケモン。傷ついたものを見かけると栄養満点の卵を分け与える優しいポケモン。え、その卵はさ、その卵はお前の子供なんじゃないの？違うの？なんなの？その卵はじゃあ。すげえ気になる。ちょっとやっぱ怖いかも、このポケモン。よし。わー、すごい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 。あ、転がる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 。転がる転がる転がる。かわいいなー。とりあえずラッキーの名前をつけちゃいましょう。はい。ラッキーの名前は、アンにしましょう。まあ、アンラッキーということでね。傷ついてる時にラッキーに出会って、
卵をもらって、あ、名前の通りラッキーだったなと思ったけど、そのラッキーが、この卵は私の子供ですみたいなことを後で言われたときに、果たしてラッキーだったのか、それともみたいなね。そういう意味でーす。はい、オッケー。いいね。で、これは、知ってるやつかな。ニドランのメス？オス？わ、顔怖っ。ニドリーノ。ニドリーノ？ニドリーノは知らないな。あ、スーパーボール投げちゃった。あ、しかも捕まえられないんかい。このまま投げちゃおう。はい。こいつはスーパーボールで捕まえた方が良さそうだ。スーパーボールで黄色だもんな。よし。ニドリーノを捕まえた。ニドラン、オスじゃないのか。進化形態ってことなのかな。信じたけだが、うわ、金縛り？何ですか、金縛りは。麻痺技だと思うけど。相手の動きを止めて、直前に出していた技を4ターンの間使えなくする。おー！なるほど。ちょっと使い勝手、なんか作戦がうまくいけばっていう感じだけどな。まあいいか。ちょっとわからないから、このまんまでいこう。ニドリーノが登録されます。毒針ポケモン。頭にある角の毒素は突き刺した時の衝撃で滲み出る仕組みだ。おっかないね。ほうほう。うちの毛利蘭とはどう違うんだ？毛利蘭。ああ、進化後なんだ、ニドリーノは。毛利蘭が進化するとニドリーノになるんだ。レベルが低いけどね。なるほど。まあ、じゃあ、ニドリーノはそのまんまでいいかな。うん。オッケー。そろそろ本当にパンパンになってきたね。あ、カニ。カニって捕まえてなかったっけ？どうだったかな？覚えてないな。クラブ、多分捕まえてない。捕まえよう。あ、ちょっと待って待って待って。さすがに、さすがにモンスターボールで。ちょっと難しくなったな。はい！あ。はい！いやー、真ん中来てほしいけどな。微妙なとこいるな。うん！オッケー、一発。クラブを捕まえた。経験値少な。クラブが登録されまーす。サワガニポケモン。強力な武器となるハサミは攻撃の時稀にも、稀にもげるのかい。後からすぐに生えてくる。なんか、ちょいちょいさ、取れちゃったりするけど後から生えてくるから大丈夫ですみたいな書き方するよね。大丈夫ってことはないと思うんだよな。じゃあクラブの名前を付けましょう。はい。クラブのニックネームは、テタレにします。手を見せて、手しか見せないタレントのことね。うん、写真とかでよく使う。手が取れてるから。どこでも持ってけるでしょう。テタレに決定でーす。お、アイテムがありました。いい傷薬、いいですよ。お、これは回復センターだけど、ロケット団がいた。お前だな。最近俺たちの邪魔をしているお子様ってのは、あ、ちょっとバレつつあるぞ。やばい、目つけられた。ぴょんぴょん。あー、いっぱい来た。やばいやばいやばい。あ、やばいやばいやばい。囲まれた。おかげでロケット団のメンツ丸つぶれ。このままじゃ、ボスに顔向けできないじゃん。ってことで、ちょっと痛い目見てもらうよ。うわー、大人の人4人に囲まれているー。あー、どうなっちゃうのー、助けて、お、待ちなさい。誰？セクシーなお姉さん。ダダダダダン。何？
あ、なにこの水の上のポケモン。あ、メガネのお姉さん、子供相手に多勢に無勢。見過ごせないわね。なんだこいつ、まとめてやっつけてやる。もう小物感がすごいな、ロケット団。こっちの三人は私が相手してあげる。してあげる。そっちの彼は頼めるかしら。四人ももういけるんじゃないの？そのなんか強そうな感じなら。このポーズのまんま流れてきたのかな、川を。任せて、難しいです。任せて。いい返事。それじゃあ行くわよ。上がってこい。ロケット団。ズドンドンドドン。ロケット団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。一匹か。ラッタ。ここに来てラッタか。いやー、官房長はちょっとでも厳しいかな。レベルいくつぐらいだろう。22か。できれば官房長頑張ってほしいんだけど、何か、命中率を下げる。ちょっと頑張ってみようか、官房長で。スプーン曲げでまず命中率を下げ。怒りの前歯。グッ。半分食らった。もう無理かもしれない。えらららら。まあ命中率一回下げたね。でももう多分無理なので変えまーす。ノーマルか。ピカスケでいいかな、ここは。お姉さんも見てるし、かっこよくピカスケで。大したことなかったよってことをアピールしていこう。べっかべっかー。怒りの前歯。お、ピカスケは鉄塔のなんか掛け声に合わせて、なんとかかんとか、何？お、これ、なんか振るのか？振る。ピカピカ。必殺技。何？お、お、ピカピカサンダー。何ですかそれは。お、おー、なんだ？大技なのかな？なんか必殺技みたいの使った。へぇー。俺は何をやったんだろう今。なんか手をバッてやったけど。結局頑張ったのはピカスケだけなのでは？まあ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 、いいでしょう。一緒にやった感が大事なんだね。ボスになんて報告すれば？負けましたって報告しなさい。負けましたって。お子様のくせになんて強さだよ。あれ？こっちの人は？もう倒したの？これから？三人がかりで手も足も出なかった。あ、そうですか。その強すぎる氷ポケモン、あんた一体。カンナ、私はポケモンリーグ四天王のカンナ。なるほど、四天王のお姉さんなんですね。ちょっと胸元が開いてますね。あなたたちも氷漬けにしてあげましょうか。こわー。四天王間に合ってまーす。ああ、行ってしまった。あなた、やるわね。想像以上だわ。なるほど、ジムバッジ集めてるのね。そうです。あなたがポケモンリーグに挑戦してくれること、楽しみに待ってるわ。それじゃあまた、あれ？帰りは徒歩なの？あ、そう。まあでも、うん、懲らしめましたので、よかったのでしょう。とりあえず回復してもらおうかな。人がいっぱいいる。へいへい。使い道ないなら、金の玉を売ったら5000円で売れた。それは何？適出？自虐なのかな？ちょっといろんな意味に取れちゃうけどね。まあ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 、使い道がないってね、判断したのならいいとは思いますけども。シオンタウンで幽霊が出るってみんな騒いでるよ。お？月刊眉唾。すごいね。書かれた雑誌がある。読みますか？読んでこうか。ペンネーム特務希望さんより。私がポケモンタワーに行った時のことです。お墓参りを終えて、いざ帰ろうとすると、得体の知れない黒いものが追いかけてきて、ふっと振り返ったんです。そして私思ったんですね。あー、これ人じゃないな。鳥肌がバーッと立ちましてね、怖いなー、怖いなーと、必死に逃げたんですけど、追いつかれてしまって私、気がついたら入り口で倒れてたんですよね。あれは、一体何だったんでしょうか。なるほど。何かそういう幽霊話、幽霊ポケモンが出る街が次の舞台なのかな？女の人。私はエリートトレーナー、普通のトレーナーよりかなり手強いの。私たちを見かけたら覚悟して戦うのね。はい。ジェントルマン、
ポケモンはタイプによって有利に戦える相手と苦手な相手がいるのだ。わかりきったことを今さら。パンパッパッパッパー。さて、こっち側も行けるが、ああ、なるほど。この子たちと勝負になってしまうってことか？いや、普通に行けるな。あ、アイテムがありましたよ。モンスターボール5個見つけました。まあ一人ずつ倒していこう。かかってこい。僕もたまにポケモンジムに行くよ。負けちゃうけどね。おうおうおう。でも、毎回通おうとする心意気だけはあるってことだな、秋広。いいじゃないか、2匹。あー！ EV で、いいな。それででも負けちゃうってもうかわいそうだろうが。よし。俺は官房長を諦めない。スプーン負けだ。曲がれ曲がれ。ストレッチ。命中率下がった。二度蹴りが当たる。あ、でも大したことないね。なるほど。エスパータイプは格闘が効かないんだな。ちょっとこれメモっておきましょう。まあでも思った通りだね。エスパータイプは格闘が効かない。いや、書いてあるわ。書いてあった。書いてあった。うん。はい。大丈夫でーす。ということは、もう、逆にこのまんま、サイケ光線で、押し切れる可能性がある。むむ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 む。あー、まあ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 。二度蹴りは効きませんよ。そんなだから負けるんだぞ。EV がかわいそうだろうが。私に任せなさい。その EV を私によこしなさい。ドン。よーし。あー、かわいい。よし。次は？お、マンドレレベル26。いいね。コダックか。水タイプだな。水と念力、ん？念力使うっけな？まあ、じゃあ、さすがに、水は、ピカスケ、かな。水タイプに草ってどうなんだろう。相性的には良さそうだけどね。ちょっとマンドレ、様子見てみようか。これで、判明することがある。ただ、マンドレ毒でもあるからね。その辺が難しいとこだけど。念力使うなら毒きついけどな。熱湯とか使ってきてくれよな。あっぱかったー。ビビビビビビビ。あ、抜群じゃない？抜群だ。やったね。水鉄砲。じゃあ効かないんじゃないか？おー、よし。メモりましょう。どんどん知識がついていくぞ。スイトロー。んーよっ。うっ。よーし。回復もしちゃう。いいね。やりました。もう特訓したのに。お前のせいだぞ、全部。もっと修行しろ。ねえ、こんな山道に。マニアがいるんだ？見た？ああ、見た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 。これはエリートトレーナーか。どうすっかな？官房長、ちょっときついかな。一回回復しよう。細かい回復をしていこう。パン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 。勝負だ、エリートトレーナー。岩山トンネルは厳しいよ。ここで鍛えていきな。手取り足取り教えてあげようか。望むところだ。お、胸を貸してくれるらしいぞ。よし、その胸に飛び込みます。今から。コーチトレーナーのホタル、勝負を仕掛けてきた。何そのポーズ。ニョロゾ。水とエスパーっぽい。から、マンドレ毒がエスパー効いちゃう可能性があるので、ピカスケかな？ここは。
いけー、催眠術。お、また掛け声で避けたな、すごい。なんでだろう、なんかあるのかな。バチバチアクセル。すごい仲が良くなってるとこういうことが起こりやすくなるんだろうか。あー、ちょっと残ったな。バブル光線。ブブ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 ブ、ベロ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 。そこそこ痛いね。でもこっちのが先制取ってるから叩きつけよう。どうなるの？てぇー、わーすごい。何で叩きつけた？何か白いものがピカスケのどこからから出たな。なんだろう。ちょっと気になるけど。怒りざる。怒りざるは格闘だよね。だったら、靴下がいたら靴下だけど、ここは官房長で。ピカスケ交代！官房長！おお、あ、マンキーの一個上なんだな。ちょっと豚みたいになっちゃってるね。攻撃一発一発痛そうだけど、ここは再起光線。瓦割り。うっす、あ、今一つでこのダメージ、それはやばい。あー、混乱はしたけど、え、いくつくらいあった ?39 減ったでしょ。これは耐えられないな。格闘は、腐ってどうなんだろう。じゃあ、ここはマンドレで、まあ、83あるし、様子を見ましょう。ダメージすごいな。純粋にその、官房長の防御力が弱いチーっていうのもありそうな気がするんだけどね。あ、混乱して、瓦割りか、出るのか。あ、効果今一つ。毒なのかもしれないんだよな。そこを考えていかなきゃいけないんだ。格闘が、草か、毒が、今一つ。うん。こういう書き方をしていこう。よし。じゃあ、吸い取るで。混乱している。いやー、混乱してても結局のところだよね。よいしょ。これは普通だな。吸い取れ、吸い取れ。あ、毒試してみればいいかったか。これで倒せないでしょ、多分。痛い。今一つでも、攻撃力すっごい高いね。あ、ちょっと残った。よし。では、ここで、妖怪液で毒を試してみよう。動くな。混乱して、ああ、自分攻撃もあるんだ。それは、確認できずで終わってしまった。まあ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 、いいでしょう。どうじゃい？いいぞ、若者。いいぞ、つってなんでそんな流し目を。ちょっと汗かいてるじゃない？負けるつもりはなかったようだな。逆に教わっちゃったな、コーチ代受け取って。おお、瓦割り！やったー。技マシン13は瓦割りを覚えさせる道具。相手の光の壁やリフレクターも割っちゃうよ。それはすごい技なのでは？瓦割り。4度目も信じたけどピカスケが覚えられる。命中100威力75。手刀を勢いよく振り下ろして相手を攻撃する。なるほど。4度目も覚えとこうかな。頭突きかな？頭突きは覚えられるし。瓦割りを覚えたぞ。ポカン。いいね。よし。ありがとう、お姉さん。では、回復してから行く？回復してから行こう。てんてんてててーん。ゴロ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 。わー、暗い。あたりは一面真っ暗だ。秘術、輝きを使いますか？使いまーす。メガジュー！おー！本当に何も見えなかったんだね。岩山飛んで、あー！靴下に襲われた。
野生の靴下。レベル21高いな。捕まえちゃおっか。経験値として。パッパカパー、パッパカパッパッパッパカパーン。112か。大したことなかったんだ。あはーん。よし。わ、あ、でかっ。あ、コウモリ。これは、あれだね。わー、でかい。どっちに当たった？あー、イワーク。ちっちゃいイワーク。でかっ。でも、こいつ超難しいな。ちょっと待って。釣りの実。釣りの実を与え。それでも赤か。じゃあ、スーパーボールを握り。よし、これで。はい！グレート！どうですか？グレートですよ。うん！あー！頼むー！うん！どう？逃げられたー！グーヤジわあ、これでいけるんかい。どういう理屈なんだろう。ちょっとわかんなかったけど。イワークを捕まえたぞ。官房長がレベル22。ピカスケ28。いいね。イワークが登録されます。イワヘビポケモン、イワ地面か。196.75 キロ、すごいな。8.73 メートル。地中をものすごい勢いで掘り進み、餌を探す。通った後はディグダの住処になる。へえ、そういう生態系があるんだね。では、イワークの名前を付けましょう。イワークの名前は、イワゾウに、しました。これはね、ちょっとひねりすぎた結果よくわからないことになるっていうタイプのやつなんだけど。イワゾウはイクゾウとイワークがかかってて、イワークのワークがワークマンにかかってるということなんだけど、結果としてよくわからないというね、感じの名前でいいでしょう、イワゾウ。よし。あと、ズバッの、なんか変なやつもいるな。あ、あれ、ズバーンのあれもいるんだよね。多分あれズバーンの進化系だろう。ああ、ああ、カイリキーだっけ。ワンリキーか。ワンリキーすごい肋骨見えてかわいそう。俺が育ててあげたい。ああ、外したな。ワンリキーいいんじゃないの？バービーバーン、変な声出す。こいつ頭どうなってんだろう。ああ、これはエクセレント来た。いいんじゃない？いい、ダメでした。はい。あー、グレート。グレート。はい。よーし。格闘タイプ初めてじゃないかな。ワンリキー。ワンリキーが新しく登録されます。怪力ポケモン。格闘タイプだ。おうおうおお、小さな体だが力持ち。その上、いろいろな格闘技をマスターしていてとても強い。すごいね。説明から滲み出る強さ。いいよ。じゃあ、名前を早速つけましょうか。あ、まだいっぱい出てきたな、なんか。あー、いや。こっちじゃないかな。グッドリッチじゃないかな。こっちなのかなぁ。よし。ワンリキーの名前は、ランチパックにしましょうか。説明ももはや不要だと思いますが、僕はピーナッツ味すごい好きです。ランチパック。あ、女の子なんだ。おあつらえ向きに。
ああ、いいな。ランチパックちょっと育てたいな。でもなあ、ていうかさ、中身出るもんとかもちょっと育てておきたいんだよね。いつかその、また機械作ってレベル上げようか。ね。そうしよう。レベルを上げる機械を作ろう。この、ちょっと出番がない子たちをね。そうしましょう。よし。あれはどこ行った？これは誰？なんだこいつ？なんか変な服着てんな。ヤドン、ヤドンの服着てんのかな？すごい変な人に襲われる。ポケモンファイト、レディーゴー！ G ガンダムだ。今の子も知らんだろう、G ガンダム。変な顔、怪獣マニアの幸男。怪獣マニアなんだ、その格好。ヤドン。なるほどね。ヤドンは、エスパータイプ、だよね。多分ね。だから、マンドレなんだな。念力。効果抜群？そうか。そうだ。俺間違えてた。間違えてた。間違えてたね。そうだわ。毒だから、毒に念力が効くんだ。間違えちゃった。俺、この図見づれえな、なんか。今更だけど、自分の書いた図が見づらい。念力に勝つのって何なんだろう。あんまないのかな？弱点がそんなないとかなのかな？まあでもそんな大したダメージではないんだよね。実際のところ。念力だけなら。地面とかってどうなのかな？ちょっと様子見てみよっか。せっかくだからね。ここで、そういう相性を判断するのも悪くないはず。あー、かっこいいなー。4度目も。あー、そうでもないな。まあ、普通に、スピードスターで。よいしょー。まあ、こんなもんか。あ、水も使ってくるのか。いてー。そうですか。ヤドンって水エスパーなんだな。そうなると、結局ピカスケか。頑張れピカスケ。ピッカピッカチュー！水鉄砲。大して効かない。10万ボルト。よいしょ！ズン！抜群だ。うん。よーし、やりました。いいよ。信じたけどが、レベル24に上がりました。破れたのか。顔どうした？おかしくなっちゃった。ヤドンと同じ口をしているんだね。なるほど。負けてもなお、忘れないんだ、その心は。やるな。ズバッとでも取って帰ろうかな。あー、あれをズバッとっつうのか。なるほど。4度メモがちょっと傷ついているので、傷薬で回復しましょう。よし。わあ、わあ、なんだこいつ！サイみてえなのがいる。なんだろう。なんだこいつ！すげえな！サイホーン！凄そうなやつじゃん。こいつ絶対いいやつだぞ。おいしょ！グレート！捕まえやすそうだけどな。おお、一発！大したことねえのかもしんない。ああ、でも経験値はいいね。守りの雨 L。よーし !4 度目もとガウディがレベルそれぞれ上がってます。サイホーンが登録されます。サイホーン、トゲトゲポケモン、また地面と岩か。まあそうだよね。単細胞で、もう一行目で悪口ってすごいよね。単細胞で一つのことしか考えられない。突進を始めると眠るまで止まらない。やべえ、ポケモンじゃん。サイホーン。イノシシっぽさっていうのもなんかあるのかな？
名前つけましょう。いや、これはないな。これはないね。これはない。これはやめよう。あまりにもひどい。どうしようかな。よし。サイフォーンのニックネームは、ケイトラにしましょう。ケイトラぐらいやばいっていう感じ。最高級にやばくはないけど、まあ、ケイトラぐらいはやばいっていう、その、やばさの度合いを表した。いい名前じゃないでしょうか。いいねー。なんか、揃ってるなぁ。岩タイプどんどん揃ってきてんなぁ。実にいいですよ。あ、いた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 。あ、ちょっと待って。お前は捕まえときたいぞ。わぁ、口でかーい。ゴルバット。ズバットじゃないな。ゴルバット。ゴルバットになるのか？口の中入った。口の中入ったぞ、今。ズバットがゴルバットに変わるのか。なるほど。ああ、経験値もわかんなかったけど。おお、マンドレレベル27。レベル高いね、マンドレ。いいよ。おお、メガドレイン。絶対いいやつでしょう。あ、間違えた。覚えずに終わっちゃった。ああ、間違えた。嘘。ショック。メガドレインってもう覚えないのかな？ちょっとあまりにもショックだったんで、ちょっと調べたところ、メガドレインはどうやら技マシンというのがあれば、技マシンがあれば、覚え直せるようなので、このまま進みましょう。いやー、ショックだった。ほんとびっくりした。ゴルバット。毒飛行。毒飛行なんだ。コウモリポケモン。どこからともなく近づいてくる。鋭い牙を使って噛みつくと同時に血を吸いまくる。やばいね。でも、まあ、うちにはズバッがいるんで、このまんまで。うわー、なんだこいつ。あ、なんかちっちゃいの中に入れてる。なにこれ、なにこれこれこれ。わー、なにこれ、でかい怪獣だ。ガルーラ。超強そう。わー、超難しい。絶対、仲間に入れよう。ズリ飲みやって、使って、七の実も、真ん中戻ってきた時に使いたい。そっち行くんかい？こっち来て。なんか、あ、下の個数か。ダメだな、七の実使えないな。待って。あ、帰ってきた。ここで使う。あー、飛んじゃった。しょうがない。で、スーパーボールを構え、ゆっくりなってる。くらえー！あー、外れた。難しいなー、コントロールするの。頼む！あー！絶対お前は、お前はいい。よーし！これはエクセレントです。なんか、カンガルーみたいに赤ちゃん入れてるのも可愛いし。よし！ガルーラってなんか名前も強そうじゃない？絶対強いぞ。ああ、官房長がレベル23、いいね。ガルーラのデータが登録されます。ガルーラ、親子ポケモン。ノーマルなんだ。なるほど。お腹の袋で子供を育てる。子供を守るためなら、どんな相手にも立ち向かっていく。わあ、すごいいいこと書かれてるじゃん。へえ。よーし。早速、名前をつけよう。名前つけるの今回多いね。新しいとこだから。はい。ガルーラの名前は、ガルギャゴンっていう、もう、響きだけ。めっちゃ強そうっていう、濁点とかが。ガルギャゴンにしましょう。すげえ名前だな。オッケー。すごいいっぱいいるね。ここら辺ね。いい感じですね。でもこんなもんかな。あらかた捕まえた感はあるけどな。お、下行くのか。よし。下行って、わあ、ああ、ああ、ああ。
あ、ズバットもいるんだ、この辺。あ、襲われるな。官房長先出しでいいかな。新地武田の出番があんまなさそうだけどね、ここね。まあ、いいでしょう。このまま行きましょう。かかってこい。家にいるときはポケモンのイラストとか描いてる。何その趣味。趣味をなんで俺に言うの？お見合いじゃないんだから。見つぐ。かかってこい。ああ！ガルギャゴンが！ガルギャゴンノーマルタイプだろ？わあ、どうだろうな。これ官房長きついだろうな。とりあえずでも官房長の仕事は、スプーン曲げで、あ、猫魂！いって！わ、猫魂ってこんだけの、ダメージ。いやー、ノーマルタイプかー。わかんないな。格闘技とか使ってきそうではあるが、マンドレかな。火とかは、火吐くかなー。ガルギャゴンだったら吐きそうだけどなー。噛みつく。そうでもないな、これはな。よし。では、吸い取りましょう。お子様は隠しておいた方がいいぞ。あ、連続パンチ。うっす。あし。おし。そうでもない。うわー、お子様から吸い取っちゃうぞ。早く隠せ、もっと。もっとちゃんと隠せ。よし。大して効かないね。妖怪液の方が効くかな。眠り粉とかも効くかもしんないな。眠らせようか。噛みつく。痛い。急所か。こういう時のために、靴下がいるよな。あ、寝た。かわいい。あ、子供も出るんだ。超かわいいね。よくできてるな。じゃあ、吸い取っとくね。その間に。かわいいな、子供。ガルギャゴンの子供かわいいじゃん。よしよし。体力があるからか、吸い取る。よ、結構回復するね。どんどん吸い取っちゃおう。いいよ。最大何ターンぐらいいくのかな。確率でずっと寝続けんのかね。どうなんだろう。まだ寝てる。まだ吸い取る。あ、目覚ました。あー、連続パンチだ。痛い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 。3回当たった。3から5なのかな、これも。よーし。さて、だからあんま吸い取り続けてると、PP が足りなくなっちゃうから、最終的に妖怪液で。その、子供を入れとく袋の中に、液を流し込むという、えぐい技で、やっつけたー。よーし。ガルギャゴン、可愛かったなぁ、子供が。ああ、僕はくたびれた。この顔、ほんと腹立つね。往復ピンタしてやりたいわ。僕は戦うのには向いてないな。帰って、イラストでも描いていよう。初めからそうしてろ。あ、回復させとこう。PP エイドは4つしかないからね。買っとこうかなぁ。長い戦いになるなら買っといた方が良さそう。お、おわ、バフー、怖えな、あいつ出てくるの。クリティカット。こいつ、絶対格闘技使ってくるでしょう。あ、よし。なら、うちの官房長で。俺のパワーだって。パワータイプだね。特を。イワーク。はいはい。イワークなのか。格闘じゃないんだな。岩タイプか。ちょっと怖いけど、サイケ光線。いけ！ビリ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 。うわー、やっぱちょっと足りないか。叩きつける。よっちー！先制取れれば勝てるぞ。いけ！官房長！よーし、ナイスー。
ガモチョ269、いいですよ。パワー負けしたか。パワー負けじゃないんだぜ。パワーが負けたんだぜ。よく覚えとけ。パワーにこだわるのは考えながら戦うのが苦手だからだ。ああ、そういうことね。脳筋ってことですね。いやー、しかし、こうも官房長にずーっと回復を使い続けてると、すぐなくなるな。こっち正解か？こっち正解っぽいぞ。そうするとなかなかさ、官房長を先頭に出していくっていうのも難しそうだよね。あ、元気のかけらはありがたいなぁ。2000円。あー、なんだ、ちっちゃい、なんか。ちっちゃいのがいる。最初にいたなぁ。オープニングのちょっとした時になんかいた気がする。なんだこいつ。カラカラ。モンスターボールじゃ辛い？あー、でもまあこんぐらいなら、確率で。ほい！うわっ！逆へ飛ぶ？ほい！グレート！こんなちっちゃいのもいるんだ。何ポケモンなんだろう。何タイプかな？ノーマルか！地面って感じだよね。ほい！いやー、ダメー。もうちょっとだったな。よーし。カラカラを捕まえた。うんうん。お、信じてあげた25。ピカスケ29。いいですね。いいですよ。カラカラが登録されます。カラカラ、孤独ポケモン。辛いな。地面なんだ。死んだ母親の骨をかぶる。泣き声は骨の中で響いて物悲しいメロディーになる。なんて悲しいポケモンなんだ。使ってやりたい。こんな悲しい説明文、初めて読んだかもしれない。うわー、ちっちゃいし、こんなかわいそうなポケモンがいるんだね。名前つけてやるからな。はい。カラカラの名前は、ガリガリ。孤独な上に痩せているっていう。でもここからだから。ガリガリはここから強くなる。いいや。ガルギャゴンってすげえ名前だな。よーし。いやー、育てたいなー。育てたいなー。どうしても。ちょっとさー。多いよ、ポケモン。いや、それそういうもんなんだけどさー。多いよね。ちょっとガウディ、この洞窟では出番がないような気がするが、少なくとも信じたけだとガウディなさそうな気がするんだよね。信じたけだと靴下をとりあえず入れ替えて、マンドレ出番あるでしょ？官房長も出番ある。4度メモをちょっと変えようか。ちょっと中身出る。これはもう本当に経験値のための中身出る。よし。中身出るもね、頑張ってもらいたいから。これで行きましょう。ああ、こんな遠くで捕まるのか。格闘を、ドーンとぶつかって、来い！お前からぶつかってきてるけどな。ドラレコあったら一発でお前が犯人だってわかるからな。お前が加害者だって一発でわかるんだぞ。第一。マンキー！ふふー！マンキー！行け、官房長！マンキーはいけるだろう。サイケ光線。官房長のサイケ光線。レッ！いやー、一発ですね。いいです。よーし。オッケー。あ、ニョロゾウ。ニョロゾウは入れ替えようかな。水。水エスパー。靴下はダメ。ガウディもダメ。マンドレもダメ。中身出れば弱い。じゃあ、ピカスケで。いけ、ピカスケ！
一体ニョロゾ可愛いんだか可愛くないんだかわからないけど、バチバチアクセルでムムムムダーレー、うわー一発だ、強い効果抜群だ、やったね。あーちょっと可愛かったな今。お靴下レベル26、いいですよ。あー中身出る、よしよし頑張れ頑張れ。あお中身出るがまさか再起光線を、いいじゃない。ほんと粉ばっかだな。じゃあこれの代わりに、しびれ粉の代わりに再起光線で、よーし、いいぞ。どうじゃい、ドーンとこっちがやられた。そうだ、お前がぶつかってきてお前が勝手に大破しとるんじゃい。覚えたけ、俺もお前に負けないポケモンを育てておくぜ。もう二度と会うことはないだろうけどな。お前はずっとこの洞窟の中をさまよい続ける哀れな男。山男は、今、無視されたな。山男は山だから、岩。岩タイプだから、このまま官房長で行けるはず。あ、こいつ、あ、かかってくるのか。俺のポケモンテクニックでヒヒ、もう完全に下ネタじゃん。やめて。そのなりでそういうこと言うのやめて。イサム。石つぶって。こいつ3匹も持ってやがる。官房長ー、官房長3匹抜きはちょっと難しいかもしれないな。先制取って一発で倒せばいけるぞ、官房長。最適戦。おぉ、いいね。いけるいける。この調子なら。自爆を覚えてる可能性あるからな。山男平気でさ、自爆使ってくるから。岩枠でも強かったんだよね。叩きつけるがあって、再起光線一発じゃ落ちなかったんだよな。ゲーム!うわぁ、いいね。レベルが上がったからか?一発ですよ。よーし。あ、もちろん24。いいね。特攻が上がっていく。すごい。4も上がったな。で、合計5か。めっちゃ強いな、官房長、実は。あ、マンドレレベル28いいですよ。ゴローンか。ゴローンって今の靴下だよね。あー、ちょっと体力ありそうだな。だが、変わらず。再起光線。あー、ちょっと残った。岩雪崩、どうなんでしょう。いたたたたたー、官房長、官房長、あー、どうしよう。岩か。中身出る、さあ、先制取れないかな、やっぱ16じゃ。厳しいかな。厳しいよね。ピカスケで。相手が弱っているチャンスだ、ピカスケ。でかちゃん、官房長の仇を取るのです。あ、二度蹴りいいんじゃない?まあもう倒せるだろうけど、何でも。蹴り飛ばしてやれ、おりゃ!どうじゃ、一度蹴りで。一度蹴りだけで十分じゃ。さあ、官房長がやられてしまった。参った。お前の方がテクニシャンだ。またそういうこと言う。誤解されるようなこと言う。そうだな。山のポケモンには岩タイプが多いぞ。なんだこいつ。装備しなければ意味がないぞくらい。当たり前のこと言ってる。今これ誰が一番に出てることになるんだろう。靴下かな?それもちょっと気になるよね。このまんまで行ってみようか。上へ上がって、お!トレーナーがいるね。キャンプボーイ。この長いトンネルを抜けるつもりか!なんだったよ。お前は誰なんだ一体。
万人なのか、勝つ人が D。 こっちは靴下。ガーディー出てくるのか。外しちゃったからな。信じ武田を。このまんまでいけるかな。岩灘ね、超強かったね。岩灘ろうかな。岩灘ろうか。火炎放射。岩には効かないんじゃないの。今一つ。うん。あ、強いな、この技。メモメモ。あー、ちょっと待ってね。オイラの負けだ。オイラの負けだ。火は、オッケーオッケー。長いトンネルもよく見れば、人が歩いたところは、地面の色が変わっている。へえ。なるほど。こういうところってことか。あ、また孤独なポケモンが。おー、なんもないか、こっちは。よし。今は誰とも歩いてないのか。じゃあ中身出ると歩こう。久しぶりに。よーし。さあ、かかってこい。じじい、道に迷ったかな？なんで道に迷った人をさらに襲ってくるんだよ、お前は。ほんと謎な行動。こだま。ほう？森の妖精とでも言うのかな？イワーク。みやべくーん！久しぶりのみやべくん。みやべくんも強いはずなんだぞ。鶴の鞭ジャイ。あ、宿り木でもいいな。岩落とし。いや、そこそこ痛いね。じゃあ、これで宿っておいて、種を植え付け、吸い取り、51から、おー、6回復はいいね。で、鶴の鞭で。いやー、岩落とし。痛い。鶴の鞭。へぇー、うわ、強い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 。いいよ。さらに宿って、体力回復。なかなか盤石じゃないですか。イワーク、足速いのかな？みやびくんが遅いのかな？やめて！よし。いいよ。ガウディが24。熱風強そう。忘れさせるを選ぶ。熱風は、熱い息を相手に吹きつけて攻撃する。火傷状態にすることがある。威力95。突進をやめましょう。よーし。いいよ、熱風強そうだよ。サンドパンか。地面タイプ。まあ、そのままで。交代しなきゃいけなくなるだろうな。じゃあ、鶴の鞭で。乱れ引っかき。えっ。あっ。2回。鞭。抜群だけど、こんなもんか。ここまでかな。そうすると、地面だから、まあ、マンドレで。みやべくん交代。任せた、マンドレ。アホ。サンドパンの穴を掘る。ああ、地面に潜りやがった。チキショー。こうなるとさ、ただただ技を消費するだけになっちゃうのかね。葉っぱカッターとかでお茶を濁すしかないよな。うっち。お、でも高校だったから、ラッキーだね。あ、いいダメージ。では、吸い取りましょう。乱れ引っかき。うっち。急所。おっち、おっち。吸い取るー。よーし。
いいよ。どうじゃ。よーし。お、みやべくんがレベル22、いいですね。突進。突進ってさ、自分もダメージ食らうってやつでしょ？ああ、いい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 い。いいいい、大丈夫。お、中身出る。順調に上がってきます。よーし。戦ってる場合じゃなかった。出口はどっち？お前が迷子なのかい？なんじゃい？12番道路にポケモンが寝てたろ？いや、俺見てないんだよなぁ。それ。それ見てないんだよね。12番道路に寝てたの？あのまま進んでいけば会えたのかなぁ。見に行きたい。よし、盤石。あ！ちょっと経験値多い。捕まえちゃおう。裁縫。裁縫捕まえた。おお、704すごいな。ふぅ。靴下27。パーパー。へいへい。俺は山に住んで長い。よそ者にでかい面をさせん。山っていうか、ここ洞窟なんだけどね。山に住むって言うのかな？まあ、わからん。人それぞれか、捉え方は。サブローよ。腕力。腕力ポケモン。格闘だから、これはこのまんま宮部くんでもいけるはずなんだよな。鶴の鞭で。たっ！瓦は D。今一つだけどやっぱダメージはあるね。宿っとこうか。ペッペペッ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 。強いなぁ、腕力って。やっぱ腕力あるなぁ、名前の通り。やっパー！いや、この相性で結構押されちゃうってやばいよね。ワンリキーの強さが伺える。まあこのまんまでいけると思うんだよな。鶴の、マッチ！よし。オッケー。次は？お、中身出るが18。順調に上がっていくよ。サイフォーンかー。岩地面だっけなー。そのままいけるかなー。相手の攻撃力次第だけど。とりあえず宿り木で回復しつつ。ペッペペッ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 。ドリルライナー、何ですかそれは。わらら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 。何その技、超すごい。あー、みやべくんが。何今の技。何技なんだろう。臭い意味なかったな。これは、ピカスケかな。ピカチュウ。何だったんだろう今の技。これもう二度蹴りだ、二度蹴り。これまいちゃう。よし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 。岩落とし。ああ、岩なだれじゃなくてよかった。よし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 。いやー、ほんと、スッと負けちゃう時があるなー。相手が強いんだな、やっぱり。二度蹴り。うん。オッケー。ふぅ。よーし。レベル30。いいねー。成長したねー、ピカスケ。よし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 。雷？何？雷。また強そうな。
10回って、威力110、命中70、激しい雷を相手として攻撃する。麻痺状態にする。わあ、これは絶対いるな。じゃあ、叩きつけるを忘れよう。よし。いいですよ。いやー、強い。侮れなかったな、軽トラ。ドリルなんとか。お前は見込みがある。山男にならんか？山男ってなるならないのもんなんだ。職業的な感じなの？趣味？趣味なのか職業なのかわかんないけど。いやー、まさか二人やられてしまうとはな。ランチパック。地球投げ。空手チョップか。威力50なんだ。で、命中100。ランチパックちょっと入れとこうか。メーベ君の代わりにランチパックを入れとこう。ランチパックを入れるっていうのもなんか不思議な五感だね。お、アイテムだ。穴抜けの紐。いいよ。で、うわぁ、でかい。びっくりする。このまま下なのか？まだまだ長いのかな、先は。はぁ、あ、はぁはぁ。ここか。エスパータイプを使ってくる予感がするので、マンドレ戦闘かな？よし。かかってこい。ポケモン図鑑作ってる？クソ、僕もやりたい。やるのは自由なんじゃないのかな？それとも博士に認められたものしかやれないのかな？清春。清春か。不思議そう。宮部くんが。これはマンドレとの勝負はちょっと決着がつかないので、ガウディで。よし。いけ、ガウディ。突進。これ、痛くない？30食らったなぁ。だけど、こっちは熱風があるぞ。覚えたての。熱風！どんなのなの？わぁ、すごい！口から何か出る。おほーほー！強い！どうですか？これがガウディです。よーし、キヨハル。悔しい。そんな顔するなよ、キヨハルって名前で。よし。だからさ、ポケモン図鑑完成したら僕にくれない？バカったれ。バカったれ。よし。何でも直し。お、なんか良さそうなやつだね。多分何でも直すんだろうな。そうじゃなかったらおかしい。気絶を直すのかね。これはエリートトレーナー？あ！パッパーン！山で迷わないためには目印の小枝を折って歩くといいのよ。山はわかるけど、ここでは洞窟だからね。普通パンくずじゃない？パンくず。実り。ロコン。ロコン。わー、かわいい！なにこれ？ちょっとイーブイに似てるね。なにポケモンなんだろう？火っぽいなぁ。わー、火かぁ。そうすると。ピカスケで行くしかないな。なんだろう。すごい、可愛らしいポケモンだな。ああ、やっぱ、火だった。よかった。火炎放射。あちゃ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 。危ねえ。雷じゃ。どんな技なんだろう。当たれ。おお、演出がすごい。強いな。強い。すごいなぁ。さばきの雷槌みたいな感じだった。派手な演出。お、マンドレが29。
ずいぶん育つったね、エマンドレもね。ユンゲラーはエスパーか。エスパータイプだから、このまんま、このまんま、引かせていこう。はいはい、官房長。雷が当たりづらい可能性もあるからな。バチバチで。いかエーデン、どうですか。よし。どうじゃい。予想外の強さ。そうだろうが。あ、ハイパーボールだって、スーパーボールの上かな。君の戦い方、迷いがないわね。そうだろう。ピカスケ推しだからな。さて。かかってこい。こんな山の中にもエリートな僕がいる。なんだこいつ。さあ、かかってこいよ。学ぶ。学ぶは何を出してくるんだい？手札。土タイプ。土タイプだから、草、マンドレはいけるね。葉っぱ買った。ずるいよ。ずるい。葉っぱ買った。うん。ベラ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 、よーし、どうじゃい。急所にも当たったんだ、いいね。さあ続いてはブースター。ブースターは火だな。ピカスケだな。木でしょ、ブースターって多分。わー、かわいい。これってあれかな、 EV が変形するとこれになるのかな。じゃあさっきのもそうかな。あれでもさっきのも火だったよな。うーん、ちょっとわからないけど、もう雷落としちゃおう。雷で逆立ってるみたいな髪の毛だし。あーしてこーい！ベル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 、あ！あんまり効かないぞ。炎の渦？あ、なんか避けた。いいね。いいよ。どんな技かちょっと見てみたかったけど。バチ役で。ここはバチ役で。出た！よーし。絶対強い技。バチ役。いいなぁ。なんかいろいろ出てきてるね。アイテムを。お、超音波いいんじゃないの？何ですか、超音波。あー、混乱か。命中55はちょっと使えないな。申し訳ないが、命中55はちょっと使い勝手が悪そう。エリートのプライドが。だからね、そんなもん捨ててから来い。イートトレーナーは戦う場所を選ばず強いのだ。なるほど。負けてっけどな。星の砂？なんでしょう、星の砂。気になるアイテムだね。これだ。手触りがサラサラの赤くて綺麗な砂、ショップで安く売れる。あ、そういうもんなの？アマチスのサイン。口場ジムリーダーアマチスからもらったサイン色紙。グッドラックと書かれている。ごちゃごちゃって書いてあるようにしか見えないけどな。銀の王冠。銀色の綺麗な王冠を渡すと喜ぶ人もいる。誰かに渡すもんなのかな？はーん。なるほど。さて、格闘家。格闘家岩だな。かかってこいよ。あの、ポケモンコスプレ知ってます？何のこっちゃ。あの、ドンキホーテで売ってるやつだろう、だから。おそらく。年を。ワンリキー格闘タイプ。
格闘家エスパーがいないから、いやーこいつ強いんだよね。眠らないかな、眠ってほしい。あー眠らない、ケタグリ、何それ、大したことない。わかった、ベロベロベロ、テテ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 、あーいいダメージだね。急所に当たったのか、それはいいね。ケタグリは効かない、回し蹴りだね。要はカッパカッター、よし、あと一匹いるのか、いいよ。腕力同じか、じゃあそのまんまで。腕力好きだね。カッパカッター、あーこれのとこ3分の1ぐらいか。よしよしよし、いいよ。一回吸い取りを挟み、あ吸い取るのダメージ大きいな。急所なのか、そういうわけじゃなく純粋にこのダメージあるのか、でかいね。葉っぱかった、よいしょ、よし、いいですよ、やったー、しょうがないですね。よし、コスプレっていうのはピッピの着ぐるみとか作ってポケモンになりきるんです。ちなみに自分は空手王のコスプレ、これコスプレなんだ、じゃ空手王じゃないんだな、なるほどね。空手を言いすぎだもんな。ほとんどがコスプレだろう。よし。いい傷薬。ああ。お！出口か？まだか？長いねー。ハゲ。ふふ、モンスターボールいっぱい持ってるね。あ！なんか時々現れるこのおじさんは、モンスターボールがない時に何かをくれるおじさんなのか。パッパー、キャッ、びっくり、薄暗いからってそんなに近づかないで近づいてきたのはお前、エミ、エミちゃん、エミちゃんはニドリーナ、わー厄介なタイプだな。一番ノーマルだよね。でもなんかいろんなことやってくるんでしょ、おそらく格闘と、格闘となんか噛み砕く系の攻撃だろうな。吸い取る。よっ。ああ、そんな効かないな。今一つなのか。ノーマルじゃないのか、じゃあ。あ、なんだっけな。毒？毒だ。毒タイプ。毒と、なんか、確かそうだったよね。じゃあ妖怪液もそんな効かないのかな。だったらもうピカスケ出しちゃえばいいよね。入れ替える。ピッカピカで噛みつく、痛くない。角に雷を落とします。ニドリーナ角生えてないんだな。お、ランチパックが21に上がった。瓦割りいいじゃん。瓦割りと空手ショップは違うんだな。75なんだ、すごいな。へえ、我慢ってすごいね。2ターンの間、攻撃に耐えて受けたダメージを2倍にして相手に返す。地球投げってのがちょっとどんぐらい使えるのかがわかんないんだよな。これ最初から覚えてたし、これなんかいらないんじゃねえか？これ忘れさせよう。ポカン！よーし、瓦割りを覚えました。暗くてよく見えないんだもん。
よく見えないのにそうやって冤罪を起こすようなこと言っちゃいけませんよ。事実確認からだよ。トンネルにもポケモンいるのね。さっきワンリキーがいたわ。ワンリキーどころか後ろ見てみろ。すごいのが2匹いるだろうが、梅干しみてえなのが。あ、それはポケモン。早速始めようよ。何なんだろうね、この人たちの基準がよくわからない。ポケモンに対する誠ニドリーの、こいつは毒だな。こいつも毒だから草が効かないので、もうピカスケ、あ、ちょっとランチパックちょっと見てみたいね。ランチパックの様子ちょっと見てみようぜ。いけ、ランチパック瓦割り、さあ、しゃあしなさい。全然効かない。作りたいから雷、もうその角に落としちゃって、あ、当たらなかった、やめて、よくやめて。よし、じゃあバチ役で。いや、強すぎる。大体もうピカスケのバチ役で十分っていうのが。やべえな。お、ガウディ25いいね。ロジアイ、出直して来る、出直して来い。エキシャイとして汗だくだ。なんのこっちゃ。おー、でっかいのいるな。でっかいワーク、どんぐらいでかいんだろう。ちょっと捕まえてみよう。ビッグ297、そうでもなかったね。あー、ピカスケ31、強い。 11.46m なんだ。へー、大きいな。よしよし。いや、長いな、この洞窟。星の砂。また売るやつかな？まだいるのか。もうちょっと。ここはピカスケに任せるよ。さすがにね。疲弊してきちゃったから。上がってこい。全部ピカスケで抜いたるわい。ポケモン探しに来て、こんなとこまで来ちゃった。迷いすぎじゃない？それは。みゆき、みゆきちゃん、にゃおにゃーす、久しぶりに見た。いやいや、ガチュー、なんかちょっと因縁の対決感を感じる。アニメあんま知らないけど、でもバチバチアクセルなんだけど。いいね、はい。もう強い。うちのピカスケなんだよな。結局ピカスケなんだよな。ロコン、そのままで。かわいいよな。強いのかな、どうなんだろう。いまいちロコンの技もわからぬまま倒してしまうこのピカスケをお許しください。はい。鳴き声かわいくないね。でもね、なんかギャーヘーってなってた。したレベル28。もうポケモンないわ。そうなのか。ロコンなんてどこにいるんだろう。可愛い顔して結構強いじゃない。うちのピカスケのことですね。そうだろう。お、看板、あ、ゴールだな。ここは岩山トンネル、花田シティ、シオンタウン。ふんふん。ようやく抜けられますね。真珠を見つけた。山の中でなぜか真珠を。誰かの落とし物に違いない。いやー、長かった。なかなか厳しい戦いでしたが、抜けましたと。よし、じゃあ今日はこの辺にしときましょうかね。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。